先物取引のティック差し値を使ったイフダン、OCO 注文の発注方法についてご案内いたします画面上部、取引をクリックします続いて、銘柄一覧から取引する銘柄を選択し対象の銘柄を表示させますここでは、日経225ミニを選択します今回は、新規買い注文を設定するため、買いを選択します 新規注文の入力画面が表示されるため通常注文を表示されているプルダウンから「イフダン OCO」を選択してくださいイフダン OCO 注文の入力画面が表示されますここから注文の詳細設定をしていきます上段が新規下段が決済の入力項目ですまずは新規の取引数量を入力してください今回は1枚と入力します 新規注文の売買区分を変更される場合、ここで変更します。発注内容は、なりゆき、差し値最良差し値最大差し値逆差し値からお選びください。今回は、差し値 FAS とし、価格を2万円と入力します。続いて、決済注文の入力です。まず、発注内容を入力します。差し値 Tick 差し値から選択してください。今回は、 ティック差し,し,し値は今回のように新規・ IF 注文と決済・段注文を同時に発注する際に確定していない新規約定価格に対して値幅で決済・段注文を設定できる注文方法です。ティック差し値の値幅はすぐ下の欄に入力します。今回は100円と入力します。続いて右側の逆差し値の部分を入力します。 ここには逆差し値の値幅を入力しますが、今回は100円と入力し、成りゆきを選択します。次に、希望される有効期限を選択してください。ここでは当セッションのみを選択します。注文内容確認をクリックしてください。注文内容が表示されるので、内容をご確認いただき、取引パスワードを入力します。 パスワード保持にチェックを入れておくと、次からの発注がスムーズに行えます。最後に注文発注をクリックすると注文が完了します。